ロリ焼き鶴見さん見てランチしていきたいと思います。展望所、展望所あんの、ちょっと行ってみようか。展望所ってなんだ。うわ、めっちゃ雨降ってるけど、あ、すげえすげえすげえ。ここからこうして景色も見えますね。おお、あれ、湯気が出てんのもすごいわかるな。へえ、あいにくの天気ですが一日楽しんでいきましょう。すごい足湯と手湯がありますね。ただ今日はちょっとあいにくの雨なんですが、まずはこちら鶴見さんでランチしていきたいと思います。行ってみましょう。見てください、この炉端があって、でもう完全に部屋だもんね。こうエアコンとかもついてるし、すげえな。もう貸し切りですね。おしぼりとかペーパータオルとか、こうこれも入ってますね。箸とかエプロン、これはすごいな。完全個室ですね。こうしてもう自分一人だけを部屋にしたら広い、めちゃくちゃ広い。じゃあ早速注文していきたいと思います。メニューはこうして、普通にあるんですけど、ここの QR コードから読んで、注文してくださいということでした、まあ、こういう単品系もあるけど、すごいこれ夜来ても良さそうだな。昼の鶴見コース1800円、これになるのかな。ちょっと見てみます。ありがとうございます。こちらの炭はですね、はい、ご注文いただいた商品のアジの串です。はい、違う部分が串に使ってあります。はい、あの上で焼かれてもいいんですが、はい、焼くと緑なのでサクサクですね。え、焼けるようにそうしました。串を刺すための炭だって追加でアジを注文したんですけど、めっちゃ楽しみだ。瓶のコーラがあったんで注文しました。イエーイ、コーラで乾杯。うまい。まずサラダと小鉢が来ました。よし、美味しそう。いただきます。
並んできました。え、身の方を重点的に焼いていただいて、はい、ですね、色が最後、全体につくまで焼いていただいて、はい、最後タレを塗って完成です。あ、はい、これ網の上で焼くやつですか。はい、はい、わかりました。やってみよう。いただきます。汁からいっちゃおうかな。うまっ。やべえ、しみる。出汁がめっちゃしみる。いや、日本人でよかったなって味がする。うまい。お水のご飯。では、いきます。うまっ。ほら、噛んで瞬間ジュワってくる。うん、うまい。なんか大分って鶏のイメージあるもんね。この感じだからね、見て楽しい、食べて楽しいっていう、すごいお店、いいお店だ。マイコビール。続いてはこちら、ももかな。うわ、もも、いい焼き加減じゃない。焼いたのは俺ですけど。いい焼き加減。いただきます。うわ、うまい。胸よりもジューシー、肉厚っていうか、おいしい、おいしいですよ。たまらん。マジの脂が落ちてチューってなるのか。熱っ。お、すげえ。おあっち、あっち。じゃあ、おお、外した串からホクホクの湯気が。
風になってますね。うまい、うますぎる。味の分までしっかりしていこう。うなぎも結構焼けてきたので、タレをこれ塗ってみようかなと思います。このハケで塗っていくと。よし、ほっ、よっ、おお、うわー、おお、おお、おお、やーどうも、じゃーん。ということで、うなぎも焼けたみたいなんで、多分焼けたので食べてみたいと思います。うわ、いい、うわー、いい匂いだ。いや、タレの、あ、お、うまっ、ふわふわ、ちょうどいいプリプリのタイミングで、最高すぎる。デザートも来てましたね。黒すみのパンナコッタっていうかな。瓶ってのがいいよね。懐かしい、瓶のヨーグルトとかあったよね。すみの色なんだろうな、これ。そうか、すみ色っていうか、このすみとかけてんのかな、こっちの炉端焼きだからみたいな。いいね、美味しそう。パンナコッタ。ペロ、ミルクプリンみたいな、濃厚なミルクプリンみたいな感じで、たまに炭の香りとして、めっちゃ美味しい、とろける。お会計もペイペイとかクレジットカードだったらここでお会計して出ることができるみたいなんで、本当にその店員さんとの接点を改善してくれる時ぐらいから、すごいな。まあ、隠れ家的なコスですね。はい、ということで完食しました。ごちそうさまでした。いや、1800円って確かに普通にね、食べたらなかなかいい値段かなと思うんですけど、こういった非日常というか普段できないことの体験込みって考えたら全然お得なんじゃないかなと思いました。特に僕の場合はね、旅行できてるんで、目で見てても楽しいし、タイムスリップしたような感じで、かつ個室だから全然誰も、なんか人の目とかも気にすることなくバクバク食べれたんで、めちゃめちゃ良かったです。ごちそうさまでした。僕はあれですか、実際うなぎの蒲焼きに。そうです。え、そうなんですね。すごい。あ、本当だ。すごい、この辺もオーダーが入ってから。そうですね、全部オーダーが入ってから。へぇ、最後にちょっとテユを体験してみます。どうしたんだろう、これ。あっち、あっち、あっち、あっちな、あっち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 、ここか、これか、あっち、全部あっちな。なんだこれ、あっつ、あっつ、あっつ、つつつ、40.1 度、源泉55度、そりゃ暑いわな。あち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 。いやー、鶴見さんとても良きでした。高崎山自然動物園やってきました。猿がたくさんいるっていうことでね、触れ合っていきたいと思います。どんな感じなんだろう。ウェルカム。922頭いるっぽい。え、1000頭近くいるってこと。怖いな。猿を楽しく見る5か条、触らない、目を見つめない、急に近づいたり。まあそれは普通の動物全般に関して言えることですよね。人間だってそうだ。すごい、モノレールみたいな。おお、すごい、いいね、あったか。室温も高いですね、21度、あったかい。おお、あ、怒りますので、ちっちゃ、
尻がムッカムカでもない低いよ。この距離で見れるの。もうすぐにしたい。あの半分ぐらいのところで。で、足の間があるかと思ったらいいことがあるんですけど、すっごく多いので、ぜひ、みんな足を開いてみてください。よし。今お越しの方もぜひ足を開いてね、お待ちください。さあ、なくなるくらい可愛いですけど、絶対触ったら人間に攻撃されたときに結構ぶっと飛びますから、触らないこと。からかわない、びっくりさせないこと。足元通ってくれるかな。餌の時間らしいので大集合するっぽい。猿の保育園、確かに見渡す限りそんなにいるのかっていう感じではあるよね。すごいファンサしてる。ねえ、見ただけよ。うわー、うわ怖っ。うわ、なになに、こんなにいたの？あ、すごいすごいすごい、始まった。わあ。おお。すっげえ。どうか？わあ、すか。すげえ。うわ、何これ？怖っ。わわわわ、すごい、この切り株の上にいるのはボスかな。今通った。いっぱい出てきたな。わあ、ちっちゃい。おしゃれなんで汚れないから、こんな小麦、これが粉になったら小麦粉です。うわ、ちっか、小麦。このランキングの、うわ、なんか、うわ、ここにもいるもん、猿。あ、ちっちゃ。あ、かわいい。かわいい。チビ猿が親の元に行く瞬間を目撃した。リアル見ざる聞かざる言わざる、リアル日光がここにあるみたいな。すげえな。わあ、わあ、すごい。こっちは3人。すげえ。わあ、こまなんか。こっちは3人並んでる。この距離で見れるのやば。これね、多分画面で見てる以上にめっちゃ近いんだよね。すごい。雨宿りしてる。かわいいな。ではね、このモノレールに乗って下に戻っていきたいと思います。こんな感じなんだね、モノレール。ではでは。
バイバイ。これが別府タワー。夜になるとこんな綺麗に光ってるんだね。ピンク色に光ってるのなんかすごいな。今日の夜はこちらアリランさんでいただきたいと思います。じゃーん、個室のめっちゃいい席、いいテーブル席。このメニュー、この冷麺がいいんですけど、ちょっとまあ一通り食べてから締めの冷麺ですね。温麺とかもあるんだね、あったかい麺。なんだ、納豆チヂミってなんだ、頼んでみよう。桜ユッケ、馬刺しのね、一押しなんだ。生ビールが届きました。ではでは、お疲れ様です。乾杯。めちゃくちゃうまい。タンが来ました。タン好き。ライスも届きました。あ、めっちゃ美味しそう。いただきます。これはおすすめの桜ユッケ。あ、美味しそう。馬刺し、熊本の馬刺しです。いや、疲れた体に染み渡るぜって思ったけど、猿山行って温泉入っただけだ。続いて、じゃーん、大分地鶏、大分地鶏を頼みました。これまた美味しそう。やっぱ大分といえば鶏なんでね、焼き鳥にしていきたいと思います。大分地鶏、美味しくなあれ、美味しく焼き上がるといいな。あ、いい感じじゃないか。結構大分のハーブ鶏です。美味しそう。ではいただきます。そのまま一回食べてみようかな。うん、すごい、身が柔らかい。うん、苦い、柔らかい。うん、美味しいですね。ご飯が進むぜ。うん、身が柔らかくてコクがあるっていう説明通りの味、めちゃくちゃ美味しい。うまいよ、今んとこ全部うまい。大当たり。ということで、納豆チヂミが届きました。いや、これマジでかい。本当に冷麺入らない可能性がある。やばいな。ピザみたいな感じ。これなんか納豆が乗ってんのかな。あ、乗ってるっぽいかな。わあ、どんな味がするんだろう。気になる。納豆好きとしては目が離せません。納豆チヂミ用にチヂミのタレみたいなのも一緒に聞いてたんで、ほらこんな感じ。美味しい。チヂミの上に納豆が乗ってますね。チヂミ自体もかなり柔らかい、ふわふわしてる。本当にめっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいんだけど、量がすごいから冷麺いけるかなみたいな。で、帰って夜食にしようかな。すごいもう幸せな気持ちですね。お風呂上がりでこうして、旅来たなって感じがしますね。頑張ってよかった。今年も3ヶ月。アリランさんは別府冷麺発祥のお店ということで、こちらですね。おー、ほんと別府冷麺初めていただきます。うわー、すげー。あ、すげえ。なんか麺がちょっと特殊な感じがするな。いただきます。
うまっ、なんだこれ、うまっ、なんだこれ、うまく伝えらんねえけどめちゃくちゃ美味しい。うん、唐辛子入れられるっぽいね、ちょっと入れます。昆布と煮干し、魚介だしで取ってて、なんかそれがなんかちょっと違うのかも。俺が今まで食べてきた冷麺との大きな差かもしれないですね。この冷たさが締めに食べると引き締まるというか、目覚めるというか、美味しくいただけます。別府冷麺で締めるっていうのがぴったりの一品です。はい、ということで食事を済ませました。アリランさん、めちゃくちゃ美味しかったですね。まだまだ別府観光、大分観光は続きます。別府タワーでかっ、すげえ、めっちゃ綺麗に光ってる。これに関して肉眼で見た方がその大きさというか、それが分かるな。でも画面越しでも伝わってるんじゃないかな。めっちゃ綺麗な、ピンクっていうか紫っていうか、雨も上がってめっちゃ綺麗だな。クリスタルみたい、綺麗。日本夜景遺産に2023年認定ということで、調べたら9時半、21時半までやってるっぽいんで、ちょっと登ってみたいと思います。行くぜ、別府タワー。急遽行ってみようかなと思います。おお、すげえ、エレベーターの中に別府タワーって書いてある。絨毯だ、すごい。それであれか、あの朝日のやつとかなくなったのか、もしかしたらなんか観光みたいなね。うわ、こっちは何も見えないってことは、これ別府湾かな。何も見えない、別府へようこそ。なんかすごいエリアがある、なんだこれ。なんだこれ、夜になると光る映えスポット、光のステージ。日没になると床と天井が光り、向こうこれじゃん、天井。あ、ほんとだ、お、光ってる光ってる。おー、夜空みたいな感じ。もうこれ床が光ってるのがめっちゃ綺麗だ。パンフレットの、なんか白い部分が青く光るみたいなことかな。靴はそんなに光ってない。うわ、爪がすごいことになってる。怖っ。すごい、ネイルしてるみたいになる。すごっ。別府タワーのライトアップスケジュールっていうのがあって、なるほどね、今の時期は桜だからピンクなんだ。めっちゃいいじゃん。夏青で、秋紅葉で、冬シャンパンゴールド。めっちゃ綺麗じゃない。しかもあれだ、なんかこういうその特別な時、1月1日とか紅白で、県立記念日5月10日はレインボー、ク
リスマスだとクリスマスツリー、各種イベント、パステル、あ、成人の日、バレンタイン、子供の日、オリンピックの時は五輪の色だ。へえ、すげえ。すごいね。あ、そうそうそう、これこれこれ、ベップタワーの朝日ビール終了だって。あ、2年前以来か。あ、初代は札幌だったんだ。札幌ナショナル朝日ソーラーで朝日ビール、あれだもんね、今ないもんね。最近リニューアルしたのは2023年1月27日だから。で、ベップタワー夜景遺産、ライトアップ部門で認定、県内7カ所目。ベップ駅にやってきました。ベップ駅駅前になんとこうして、これがテユのところがあるんですね。テユ、おお、すげえ、すごくない、このファミマがあってテユがあるって。入っていきましょう。お、うわ、すっげえボコボコ、あ、あと温泉の匂いがする。おお、じゃあ、あったけー、あったけー、すごいあったかい、あったまりますね。テユ、このドーム状になってもすごいですね。ほら、ただ雨が防げるかっていうとそんなこともないんですけど。旅人を年頃にせよ、ここで油や熊八の像、ピカピカのおじさん、ででーん、うわー、すげー、おピカピカのおじさん、これぞ、これぞ別府駅って感じ。ピカピカのおじさん、こんにちは。あれ、おじさんのなんかさ、この横のところになんかついてない？これなんだろう、猿？なんだろうこれ。ピカピカのおじさん、これ近くで見るとめっちゃでかいな。はい、ということで夜の別府駅もいいですね。ピカピカのおじさんはしっかりキラキラと光ってます。そしてこっちにテユ。はい、ということで2日目こんな感じで、今日も雨降ってたんですけど、あのすごく一日充実して楽しく過ごせました。はい、これからまあホテル戻って寝て、明日ですね、3日目も楽しんでいきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた明日、次回の動画も別府大分観光になると思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。